ステファン・ブルック・クライトンは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2013年の MLB ドラフト23巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。2016年まで、参加のマイナーチームでプレーした。2017年4月13日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。その後、4月16日にメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで8試合に登板した。2018年3月29日に DF となった。2018年4月2日に後日発表選手、または金銭とのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。6月23日に FA となったが、27日にマイナー契約を結んだ。 この年は、三加のトリプル A 級りの A シズでプレーし、メジャーでの登板はなかった。2019年は2年振りにメジャー復帰し、28試合に登板して1勝0敗、防御率3.56、33奪三振を記録した。2020年は26試合に登板して2勝2敗、5セーブ、防御率2.42、23奪三振を記録した。 2021年6月23日にディフェとなり27日にマイナー契約となってトリプル a 級リノへ送られた。ありがとうございます。